桂さんのお弁当美味しそうだね。ありがとうに近く。すごいね、料理得意なんだ。いや、これはお母さんが。ごめん、僕早とちりして。私が紛らわしい言い方したから。いや、そんな。母さん、またプチトマト入れたな。苦手だって言ってるのに。ふたばちゃん、何、みちか。混ざって会話に。そのために来てもらったんだから。私はあんたがお昼行こうって言うから来ただけで、桂さんをくどく手伝いをしろとは言われてない。仲いいね、みちかくとふたばさん。幼なじみなんだよね。まあ、一応。ふたばちゃんとは家が近所で、小さい頃からずっと一緒なんだ。そうなんだ。今日も一緒にお昼食べようってふたばちゃんしつこくて。いた、このウルフ野郎。本当に仲良しだね。いいな。にいちか。はい。あんたと私は幼なじみだよね。そうだけど。幼なじみだけど、それ以上でもそれ以下でもない。そうだよね。うん、それがどうかした？ただの確認。ふたばさん、1年 B 組小野ふたばさん、1年 B 組小野ふたばさん、お話ししたいことがあります。至急3階視聴覚室まで来てください。ナイスタイミング。呼ばれてるみたいだから私行くね。それは困る。まあまあよ、バカに近。誰もいない。教室間違えたかな。合ってますよ。うわ、どうも、私地獄の方から来ました、高2のふきです。なんで学校に子供が。近年嘘つきの増加により地獄はもういっぱいでして、それを解消するため私とも鬼が聖者の皆さんに生前食材を。あなた小学生、どうやってここまで入ってきたの。私の話聞いてます。しょうがないな。ほら、職員室行くよ。これは長引きそうですね。第1話、幼なじみの嘘。つまりあなたは本物の鬼で、嘘つきの罪で地獄行きの私を救いに来たと。はい、本日午後5時までに嘘を生産暴露すれば生前食材が成立し、死後ふたばさんの地獄行きは免除されます。地獄って本当にあるんだ。信じていただけましたか。地獄のライブ映像を見せられたらさすがにね。最近のスマホは何でもできて便利です。しばらくお肉は無理かも。で、どうします。生前食材します。地獄行きなんて勘弁だし。でも私のついた嘘って何。閻魔帳には幼なじみだけどそれ以上でもそれ以下でもないとありますね。何それ。幼なじみの日花さんのこと本当は好きなんでしょ。ありがちな嘘ですね。食材も比較的容易でしょう。留意点は。ごめん、やっぱやめとく。え、なんでですか。別に、もう授業だから行くね。ふたばちゃん、帰ろ。うん。元気ないね、どうかした。別に、普通。早く帰ろ。あ、ちょっと待って、実は桂さんも一緒に帰る。帰る。だから帰るって言ってる。一人で帰る。いつか、なんでここ。ふたばちゃん、嫌なことあるといつもここのブランコでしょ。お昼のこと怒ってる。別に迷惑なのは分かってるんだけど、あんなことふたばちゃんしか頼めなくて。別に、僕って昔からふたばちゃんに頼りきりだよね。ほんとごめん。別に、あんたに、にちかに頼られるのは嫌じゃないから。そっか、ありがとう、ふたばちゃん。好きなんでしょ、桂さんのこと。それは、その…隠さなくていいじゃん。っていうか、隠せてないし。教えてよ。幼なじみでしょ。そうだけど…ふたばちゃんは、二
双葉ちゃんの好きな人を教えてくれたら僕も教えるよ。いいよ、教えよっか。え、いるの双葉ちゃん好きな人。いるよ。知りたい？知りたい知りたい。にちか。え？にちかのことが好きだよ。双葉ちゃん、またそうやってズルして。ダメだよ、本当のこと言わなきゃ。本当。また。本当。ちょっと双葉ちゃん。本当に好き。いつからなのか分かんないけど、いつかのことが好き。そうだよね。わかるよ。そんな。次はにちかの番。にちかの好きな人教えて。ごめん。ごめんって何？誰のこと？言わせないでよ。言って。双葉ちゃん。言って。桂さんのことが好きだ。どうしたの二人とも。桂さん、なんでここに？その心配ってじゃなくて、偶然。お説教。日華がいつまでも私を頼るからお説教してたんだ。え、それは違う。日華、さっきの言葉忘れるな。行こう、桂さん。え、でも。いいから、話したいことがあるんだ。おめでとうございます。嘘を清算されたようですね。ああ、国の武器です。時間ギリギリでしたが、生前借財成立です。自国行きは免除ですよ。そっか、嘘なんかつかなきゃよかった。あ、そんなに目をこすったら後になりますよ。ほら、ハンカチです。よしよし、こんなの業務外ですよ。もう荷物すべて積み終わりました。三森月様、こちらの書類にサインを。引っ越し先は私と同居人で異なるので気をつけてください。それとこの後私たちは立ち会えませんが、代理人を頼んであるので。何か急用でも？いえ、最後にさよなら女子会をこの部屋でしようと同居人が言い出しまして。お恥ずかしい。いえ、そういうことでしたら今後も山猫引っ越しセンターをご贔屓に。構わないよ。それにしても嘘を暴露することで罪を償わせ地獄行きを免除する生前贖罪か。なかなか面白い制度だね。やけにあっさり信じてくれますね。ふきちゃんだったかな。私も 100% 信じたわけではないよ。おっと、そろそろあの子が帰ってきてしまう。町田好美さんですね。三月さんの同居人で親友の。そういうことにはなってるが、私があの子を親友と思ったことは一度もないよ。そうでしたね。それがあなたの嘘です。しかし友達でもない相手とよくルームシェアできますね。私は嘘が得意なんだ。後でまた来てくれるかな。それまでに嘘を清算しておこう。随分と前向きですね。前から決めてたんだ、今日嘘をばらそうって。第2話、親友の嘘。全部段ボールに詰めて送ってしまったじゃないか。好み。げ、そうだっけ。どうしよう。だから
缶のお酒にしろとあれほど。はい、もう一本開けた。いつきの分ね。もうラッパで行こう、ラッパで。婚約者がシャンパンをラッパ飲みするような女だとしても、永井君はこの身と結婚してくれるだろうか。皮肉ばっか言ってないで。ほら乾杯しよう、私の結婚という門出に。この部屋とこれまでの共同生活に。乾杯。乾杯。おいしい。なんか背徳感あるね、シャンパンのラッパ飲み。この身はおおらかすぎる。やっぱりそう思う？私っておおらかっていうか、がさつ、品がない？どうしたんだ急に。この前もお母様に、この身さんはおおらかねって嫌味、嫌味かな。考えすぎだ。勤さん全然フォローしてくれないし、式の準備も何も考えてくれなくて、この身に任せるよって丸投げかい。大学出て今の会社入ったけど、辛くて辛くて、毎日会社辞める、実家帰るって泣いてた。そうだったね。でもいつきと暮らし始めて、疲れて帰ってきてもお家に電気がついてて、いつきがお帰りって言ってくれて、いつきも仕事で疲れてるのに私の愚痴聞いてくれて、慰めてくれて。いつきがいてくれなかったら私ダメになってた。お互い様だよ。私も救われた。そうだ、いつきに渡したいものがあるの。結婚式の招待状です。それといつきにスピーチを頼みたくて。それは困るな。簡単なのでいいからお願い。私はこの身の結婚式に出ないからね。この身とはもう会いたくないんだ。ごめんね、いつき。私浮かれすぎてたかも。怒らせたかな。いや。ならなんで怒ってるの？怒ってはいないよ。じゃあなんで親友の結婚式に出ないなんて言い出すの？誤解してるようだが、この身を親友と思ったことは一度もない。嘘だよね。本当だ。私のことどう思ってたの？好きだよ。じゃあなんで？恋人にしたいの好きなんだ。え？親友じゃなくて恋人になりたかったんだよ私は。そんな素振り全然。隠してたからね、親友だと嘘をついて。なんでそんな嘘？怖かったんだ。この身は普通だから。いつきルームシェアを提案したのもこの身が弱ってるところにつけ込んだだけだよ。本当は下心しかないくせに友達ずらして。そんなことない。いつきはいつも私を支えてくれて、守ってくれて。点数を稼いでいただけだ。それでも私は嬉しかった。この身、私と暮らし始めてから君は何人かの男性とお付き合いでしたね。うん、最初は気が狂いそうになった。邪魔してやろうかと思ったけど違ったんだ。どういうこと？男の恋人は別れたらそれまでだ。だが親友は違う。何があろうといつまでもそばにいられる。たまらない優越感だよ。おぞましいだろ。いいよ。なんだって？いいよ、それでもいい。いつきと別れるよりはずっといい。あんまり私をバカにしないでくれ。バカになんかしてるよ。私の気持ちをバカにしてる。してない。彼が笑われるまで
私はこの身が一番だった。だけどもう違う。一番でいられないのなら会えない方がずっとマシだ。やだやだよ、いつき。手が届かないのにずっとそばにいるなんて、そんな役目は辛すぎるよ。それでも、それでも、それでも、そばにいてよ、いつき。これ以上いじめないでくれ。じゃあね。この身、結婚おめでとう。私には双子の姉がいます。車椅子の姉が。おかえり、はやて。ただいま、はたて。第3話、双子の嘘。パパとママは買い物。はやてが帰省するからって張り切ってる。今夜はごちそうだぞ。やった。慣れた？車椅子。はやては慣れた？東京。慣れたよ。私も慣れた。はたては私の双子の姉です。一卵性双生児なので顔も声もそっくりです。私とはたては東京の大学に進学するはずでした。でも受験の帰り道、私たちは事故に遭って。事故の後遺症で旗手は歩けなくなりました。私は何ともなかったのに。大学はどうだ？サークルはコンパしたのかよ。コンパ。合格通知は2枚届いたけど、旗手は進学を諦め、私だけが上京したのです。はやて、おい、はやて。あ、ごめん、なんだっけ。だから東京の生活は楽しいか？うん、楽しいよ。こっちにはないものがたくさんあってすごく楽しい。ビリリン。何急に。なあ、はやて、お前幸せか？幸せだよ、すごく幸せ。そう、ならいい。私、部屋に荷物置いてくるね。どれ。どうも、地獄の方から来ました大仁の吹です。あなたが食材する嘘はですね、えもちょえもちょっと、あ、これだ。幸せだよ、すごく幸せ。できない。生前食材の意思はないという。地獄がどうとか知らないけど、私が幸せじゃないなんて口が裂けても言えない。そうですか。一応5時までは受け付けてますので。それでは。はやて、起きてんのか、寝てんのか。うん、今開ける。ごめん、
てた。やっぱりちょうどいいや、眠気覚ましに散歩行こうぜ。ここまででいいや。え、せっかくだし浜の方まで。いやー、これ以上行くとタイヤがすら噛んじゃうからさ。ごめん。いいって、こっからでも十分綺麗だ。颯はさ、双子の超能力って信じるか？さっきも言ってたね。何それ？知らねえの？双子にはな、離れていても感情を共有できる超能力があるんだ。嘘だ。本当だって。東京からユンユン伝わってくんの、颯の気持ち。へえ、どうなの？辛いよーって。え？辛い、苦しい、悲しい、嫌だ、そんなのばっか、ユン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 。いい加減こっちも迷惑なんですけど。ちょっとあたたやめてよ。はぁ、ぶっちゃけさ、あたしを使って不幸になるのやめてくんない？無理だよ。は？無理だよそんなの。だっておかしいよ。なんで旗手だけ歩けなくなるの？しょうがないだろ、事故なんだから。しょうがなくない。あんなに勉強頑張ったのに、なんで旗手だけ大学に行けない？それは同じ双子なのに、なんで私だけ元気なの？なんで、なんで私だけ、なんで、なんで。早く。旗手もさ、本当は私が憎いんでしょ？そんなはずないだろ。嘘。なんであんただけって思ってるくせに。思ってない。思ってる。朝目が覚めて鏡を見るたび、旗手と同じ顔した私が言うんだよ。変わってって。変われるもんなら変わりたいよ。なあ、早く。私は不幸じゃないよ。嘘だよ。海だってここからしか見れないのに。不幸じゃないよ、颯がいるから。どういうこと？颯は私の可能性なの。もう一人の私、ありえたかもしれない未来。そうだろ？うん。私ができないことは代わりに颯がしてくれる。私の未来はちゃんとある。だから不幸じゃない。うん。私は未来を感じられるよ。どこにいたって超能力で。だって颯が走れば私も走るよ。だから思いっきり走っていいの、颯。本当はずっと辛かった。颯がそばにいなくてずっとすごく辛かったんだよ。ごめんな、颯。でももうやめるね、つらがるの。旗手の分までいっぱい走るから。いっぱい、いっぱい。ありがとう、颯。どうも、ソキ、ユキです。おめでとうございます、颯さん。青年借財成立ですよ。うん。旗手さんはどうですか？すぐ済むとおっしゃってましたが、受付は5時までですよ。え、旗手？あー。ごめんな、颯。双子の超能力って話、ありゃ嘘だ。何それ。